それでは今回のテーマは障害者向けの住宅施策についてですが内容は高齢者向けの住宅施策と重なっているところもありますので効率よく説明していきたいと思います。というわけで最初のポイントはどこかで見た覚えのあるスライドですが、えー、時代の流れを見ていくと高齢者障害者のどちらの住宅施策も基本的には同じ流れになっているということですね。 では住宅の量を確保する政策から質の向上を目指す政策に変わったというところでそもそも住宅の量を確保しないといけなくなったのがいつなのかというとこれが戦後の高度経済成長期と呼ばれる1950年代半ばから70年代前半にかけての戦後の昭和の時代で その当時の若い世代を中心に都市部に人が集中するようになったことで都市部全体の住宅の量を確保する必要が出てきたというのがきっかけでした当時の時代背景で言うと義務教育が終わってから高校や大学に進学する人の割合が今よりも全然少なくて その頃は中学生が学校を卒業するとみんなで都会に出稼ぎに行くという集団就職と呼ばれるものが各地方で当たり前のように行われていましてこの日本の経済成長を支えるこうした若い人たちは金の卵なんて呼ばれていたことを知っている人も多いんじゃないかなと思いますただ今から50年も前の話となると労働基準法なんて合ってないようなものですから 義務教育を終えたばかりの若い人にとってはあまりに過酷な労働環境ででもそうすることでしか生きていけなかったという大変厳しい時代だったということですよねで、私はあの何も干渉に浸りたくてこんな話をしているわけではなくて今の話を通して何が言いたかったのかというと 令和の時代の今私たちがここで学んでいる65歳以上の高齢者とか障害を持つ高齢者がまさに今ここで見たような時代を若者として過ごしてきた世代だということです。というわけで長い前置きになりましたが話を本題に戻しまして高齢者と障害者それぞれの住宅施策に共通するキーワードがこのバリアフリーと QOL という言葉です。 バリアフリーという言葉自体はさすがに説明の必要はないと思いますがこの後バリアフリーという名前がついた法律も出てきますのであえてキーワードの一つに挙げていますそれからもう一つの QOL ですがこれはクオリティオブライフという英語のそれぞれの単語の頭文字を取ったもので直訳すると生活の質とか人生の質という意味になりますが 医療や福祉の現場だとその人がどれだけ人間らしく充実した生活を送ることができているかを評価する時に使われることがありますちなみに QOL と似たような言葉で同じように現場で使われる言葉の一つに ADL という言葉がありますこれは以前に別の動画でも少し触れてますが QOL が生活全体の質が問われているのに対して ADL は日常生活を送る中で体や認知機能に不自由することがないかを判断する意味で使われます例えば病院なら医師や看護師さんなどの医療職福祉施設なら介護福祉さんをはじめとするさまざまな職員さんの間でも普通に使われている用語だと思いますが実際の使われ方としては例えば 会話も普通にできるし身体的に何も問題ないということならこの人は ADL は問題ないですねっていう感じで逆に最近ちょっと物忘れが増えて足腰も弱って介助が必要になることが増えてきましたかねなんて場合だと最近ちょっと ADL が低下してるんですよねみたいな感じで使われることがありますかね。 あと、副祉中の試験には出ないと思いますが、知っておいて損はないのが、ADL によく似た IADL という用語ですね。これは ADL が最低限日常生活を送るのに不自由することがあるかどうかという視点であるのに対して、IADL はそこからさらに細かく、買い物とか食事や洗濯、掃除といった家事、あるいは電話をするとか、服薬管理に財産管理といった、より具体的なことについての評価で、 関心がある方をご自分で調べていただけるといいかなと思いますが IADL の評価は QOL や ADL と違ってあらかじめ今挙げたような具体的に決まった項目がありますで QOL と ADLIADL の使い分けの一例としては例えば、えー、この場合は右側のおばあちゃんを見ていただきたいんですが縁側で夫婦仲良く穏やかに過ごしている様子ですね で自宅で過ごす分には基本的に大抵のことは自分でできるのでここだけ見ると ADL は問題なさそうですねでは外に出てまあ買い物でも公共交通機関を使って移動するとかでも何でもいいんですが外出して何かをするというところを見るとうん,なんかちょっとおやおやって感じで雲行きが怪しくなってきましたね この例で見るとおばあちゃんは以前は何も問題なく1人で外出できていたのに今では外出するといろいろ不自由することが増えているんですねでもおばあちゃんは記憶が全然ないわけではなくて以前の自分と今の自分が変わってしまっているという自覚もあるんですねでそんな時にこれから自分がどうなってしまうのかっていう不安を抱いたり辛い思いをしているとしたら自宅で過ごす場合の ADL は問題なさそうに見えても QOL は下がっているといいううこととにはならならでしょうかといった感じで高齢者や障害者の QOL が下がらないためには ADL だけではなく IADL の低下も予防することが重要なんだということをこの動画をご覧になっていただいた皆さんには頭の片隅でも構いませんのでこんなこともあるんだなということを覚えておいていただけたらと思います。 それではここから項目が変わりまして住宅行政による取り組みを見ていきたいと思いますが冒頭でお伝えした通り高齢者向けのところと共通した話がいろいろ出てきますので復習の意味も兼ねながら高齢者のところで出てこなかった内容を補足する感じで説明していきたいと思いますではまず障害者向けの施策を理解する上で押さえておきたいポイントですが 昭和の時代住宅行政による障害者向けの住宅施策は身体障害者以外の障害者つまり知的障害者と精神障害者は実質対象とされていなかったということです、えー、実は障害者手帳の歴史を振り返ってみても手帳ができたのが一番早かったのが身体障害で続いて知的障害 そして最後に精神障害の順になっているんですね。で身体障害の手帳は戦後間もなくできてそこから20年くらい遅れて知的障害の手帳ができました。で最後に精神障害はというと実は平成に入ってからようやくといった感じで。 えー、もともと障害福祉は障害の種別ごとに扱われ方が大きく違っているというそもそもの事情があります。というわけで高齢者の時と同じように年代順に見ていくと1967年昭和42年に身体障害者向けの特定目的公営住宅の供給が開始されたところからスタートします。 ここは高齢者のところでも出てきましたが順番としては高齢者向けの公営住宅供給が先でその後に高齢者から3年遅れる形で身体障害者向けの公営住宅供給が始まっていますそれから1971年昭和46年に障害の対象が拡大されて心身障害者の世帯向け公営住宅として供給されましたということで えー、先ほど手帳の話にも触れましたけれどこの昭和46年の時は精神障害者の手帳だけでなく療育手帳もまだギリギリないくらいの頃ですかね、えー、なので「心身障害者」っていう微妙な言い回しになっているんだと思いますがとにかくこの時代の行政の方針は「高齢者は家族が面倒を見てくださいね」っていう話でしたよね。 それと同じように障害者も家族と一緒の世帯であれば公営住宅に入居ができますよということでこの時はまだ障害者の単身入居についてはできなかったということですでは障害者の単身入居が認められたのがいつかというとそこからまた間が空いた昭和の後期 1980年昭和55年に公営住宅法が改正されたときということになりましてつまり公営住宅法の改正時に高齢者と障害者が同時に公営住宅への単身入居が認められたということですそれで高齢者のところでは1987年昭和62年にシルバーハウジングプロジェクトが開始して 住宅行政と福祉行政の連携が始まってさらにバリアフリー仕様の公共賃貸住宅の提供も始まったという話でしたね。でそんな流れを受けて1990年代以降平成の時代に変わると高齢者だけでなく障害者も視野に入れたバリアフリーが標準仕様の公営住宅が建設されるなど 行政主体でバリアフリー化を推進する施策が打ち出されるようになりましたそしてまた間が空きますが2006年平成18年にバリアフリー法という法律が制定施行されて公共交通機関道路駐車場公園施設建築物など幅の広い範囲にわたってバリアフリー化が総合的に推進されるようになりました それで実はこのバリアフリー法という法律は通称で、えー、もはや住宅関連の法律あるあるみたいな感じになってますが正式名称は高齢者障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律と、えー、長い上にバリアフリーの場の字も入っていませんけれども、まあ、試験対策的には通称のバリアフリー法が頭に入っていれば十分かなと思います。 あと1990年代以降にバリアフリー化が進んだという話から見るとこのバリアフリー法ができた2006年はさすがに間が空きすぎている印象になりますが実はバリアフリー法ができる前はハートビル法と交通バリアフリー法という2つの法律がありましてその2つの法律を合体して1つに統合したものがバリアフリー法ということになります。 このバリアフリー法と同じようにハートビル法も交通バリアフリー法も長い正式名称がありますがこれも試験で問われることはよっぽどないと思いますしわざわざテロップで出してもあの私もどの道を覚えられませんのでここは省略しておきます。 試験対策的に押さえておきたいところで言うと今お伝えした2つの法律が1つになってバリアフリー法になったというところとあとはハートビル法と交通バリアフリー法の対象がどちらも高齢者と身体障害者中心だったのに対してバリアフリー法では知的障害者や精神障害者を含むすべての障害者が対象になったというところですね。 ちなみに今年の令和3年に開催されたオリンピック・パラリンピックに合わせて実はバリアフリー法が一部改正されていましてその一例を挙げておきますと例えば利用する人が多い公共機関で階段しかないようなところではエレベーターやスロープの整備を進めるとか公立の小中学校で校舎を新築するときには 車椅子利用者用のトイレやエレベーターを設置することが初めて義務化されたといった内容が盛り込まれています。